ごちそうの感覚共有というわけで、今回は感覚共有始めていきたいと思います。今日の感覚共有は、山田さんが多分この動画の前に上げたと思うんですけど、強制的に落下させるこのドリル、上げて1、2、3で打っていく、このドリルをした時の僕が感じた感覚というのを皆さんと共有していきたいので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは早速やっていきたいと思います。とりあえず一回このドリルをしてみたいと思います。ドリスして3回目で打つ、作って1、2、3、はい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 、まあ、僕の素直な感覚だと、すごいこうやっぱこう後ろかつ手元がこう体にすごい近い、これがもう感覚的にはもうこれぐらい手元は近く来ている感覚で振ってるんですけど、自然とこっからクラブが走っていってリリースされていくっていう感覚になります。ここからそして、まあすごいクラブヘッドも自分のこう背中遠い後ろ側に感じて、手は体のこう近くを通っていくような感覚になります。ちょっともう一球打っていきます。作って1、2、3、まあこのドリルやるときに、まあ、ちょっと気をつけていただきたい感覚っていうのは、上げてこう上下するときに体がちょっとこう動く感覚が少しでもあると、体がこう開いてクラブがこう後ろから来るっていう感覚はなくなると思います。ここからしっかり体の向きっていうのは右を向いたまま手だけをこう上下させる、この時に体がこうちょっとこう動いたりしていると、クラブがこう立ってきすぎて、まあ、チーピンだったりすると思うので、もし上下するときに自分の体のどこかがこう、この手以外ですね、腕以外動いている感覚っていうのがあったら、ちょっと注意する感覚かなと思います。一回それで打ってみます。ここからちょっと体がこういうふうに動きながら上下すると、こういうふうに上体がこう突っ込んでしまうような感じになってしまうので、しっかりトップから体の向きは右を向いたまま胸の前でこう腕を上下するっていう感覚で腕を強制的に下ろしていただきたいと思います。と悪い例もう一つあって、ここから1、2、3回目の時、やっぱこれしっかり回らないとうまく当たらないんですけど、その回そうとするときに、やっぱり、ここから左足を後ろにこう引くっていう感覚を強く持つと、うまく腰が回って、うまくドリルができるんですけど、やっぱこう、前の感覚共有でも話したように、ただ伸ばす、上にこう切り上げるっていう感覚だと腰が回らないので、このドリルやったときも、どうしても体が詰まって、結局手元が浮いちゃうっていう状態になるので、しっかり切り返し、3回目の時ですね。3回目の時に左足を後ろに引く。伸ばしながら後ろに引くっていう感覚を強く持っていただくと、より効果が出るので、
まあこう上下する感覚と、切り返し以降はしっかり左足を後ろに伸ばしていくっていう感覚があればなおいいと思うので、ぜひそういう感覚を大事にしていただけたらと思います。ちょっと一回悪い例やっていきたいと思います。左足を後ろに引く感覚をあまり持たずにちょっと打ってみたいと思います。1、2、3、ちょっとこう体の回転止まって体がこう起き上がって、せっかくいいプレーンで来てるのが起き上がることによってもう寝る、こうクラブが寝すぎてしまうので、しっかり左足を後ろに引くっていう感覚を持って、1、2、3やっていただくと腰がしっかり回っていい風に当たるので、この左足を後ろに引くっていう感覚を強く持ってこのドリルやっていただきたいと思います。それともう一つ、まあ、悪い例とかではないんですけど、ここからこう腕をこう下ろす感覚、体をしっかり右向けたまま腕を強制的に下ろす、この時ってまあ腕を下ろす感覚っていうのはあると思うんですけど、3回目でこう打ちに行った時に腕をこう自分で下ろしているっていう感覚が急になくなるんですよね。だからまあこの上下してる時は腕を強制的にこう下ろすっていう感覚なんですけど、いざ打つって時はこの腕が体にこう巻きついてくるっていう感覚になるので、まあ、自分ではもうこうしてるんですけど、いざ打つ時は巻きついてくるっていう感覚に変わるんで、それはまあ正しい感覚だと思うので、なんか打つ時にこう下ろしてる感ないんですよねと思う人は全然それで正解ですので、その感覚を大事にして、ちょっとこう打つ時は自分にこう巻きついてくるような感覚、手とクラブとかが自分にこう巻きついていく感覚になれば正解ですので、ぜひその辺ちょっと気にして、そういう感覚を気にしてこのドリルをやっていただきたいと思います。1、2、3、いかがだったでしょうか。しっかり上下して左足をこの引くっていう感覚をプラスするとよりこのドリルに効果が生まれるので、ぜひ皆さんそういった感覚でやっていただけたらと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。あなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。